す谷やす三3月7日から1964年4月26日は、日本の実業家もしくは財界人で、滋賀県選出の衆議院議員として、政治家でもあった。西部グループの創業者、第44代衆議院議長、滋賀県大津市名誉市民、滋賀県平民、肖像威、君一等ピストル帝の異名を持つ、後藤慶太は、 東京大西部戦争で、ライバルとも言われた。滋賀県愛知郡八木総村、大浅市も八木に、農業県浅中外相津見直次郎、三尾の長男として生まれた。4歳で父を蝶チ一夫で失い、母が、実家に戻されたことから、安次郎は妹、房と共に、祖父、清左衛門、祖母、霧の手で育てられる。1902年に、 八木総小学校高等科を卒業し、彦根中学校への入学手続きをしたものの、祖父が、せっかくここまで育ててきたのに、彦根のような繁華なところへやって悪い人間になられたら大変だと心配したことから進学を断念して農業に従事する。1903年6月に祖母が死去すると、祖父と共に彦根へ出て、 米相場を張ったり、肥料賞を手掛けるもいずれも失敗。翌年には、ヤギ層に戻って、高知整理と、土地改良に精を出す。早稲田大学生経学部政治学科在学中の包み、安次郎1906年に、京都の海軍予備学校へ入学し、翌年に、予備校を卒業すると、軍役所のコインとなる。同年に祖父が死去し、つみの家の再興は、 金を儲けよというのではない。金儲けも良いが、それより名誉ある包み家にしてくれという遺言を残した。18歳で、両親と祖父母を失い、妹と共に残された安次郎は途方に暮れ、後に、当時のことを、私の失望落胆は言語を絶していたと語っている。1909年故郷の電磁を担保に入れて5000円の、金を苦面して上京。 早稲田大学政治経済学部政治学科に入学した。総大では、弁論部と柔道部に属するも、授業はあまり顔を出さずに、試験の時に通学するだけで、副業やアルバイトに熱中していた。また政治活動にも熱中し、中橋徳五郎の応援演説に大阪まで出張った、こともある。このように、大学時代に、経済活動、 政治活動において経験を積んだ。1913年3月に、早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業すると、大熊重信が主催し主筆に、長井竜太郎を据えた、政治評論雑誌、新日本に社長として、経営に携わった。1914年末には、大熊の民意啓蒙組織、公民同盟会の出版業務として、 公民同盟総書を立ち上げ、大熊や長井、後藤新平らの著書を編纂した。首相、勝ツ太郎による立憲同志会の結成計画に長井らも参加すると、これを追って、創立委員に名を連ね、勝ツを介して、後藤新平を、さらに、財界の大物だった、藤田健一を紹介される。だが名士と、お近づきになるのとは裏腹に、新日本を含めて、 安次郎の事業はいずれもうまくいかず、部長を挽回しようと手を出した真珠の養殖も失敗。失敗の連続だった当時を、毎日血尿が出る思いだったと本人は、振り返っている。結局、最後の望みを不動産事業に託し、感謝と、奉仕を、生活信条とする。安次郎が最初に不動産事業に着手したのは、 くつかけ村一体の別荘地開発だった。1915年夏頃に、壮大の学生服姿でくつかけ村に出向き、村長に別荘地を作りたいからできるだけ大きな土地が欲しいと、村有地の購入を打診した。隣の軽井沢が、欧米の宣教師たちの別荘地として発展して、行くのに危機感を抱いていたとはいえ村民の議論は2年月で、続き、 1917年12月の区民総会での了承を経て60万坪を3万円で売却し50件の別荘を分譲することを条件として契約が成立した。だがこの時点で安次郎は手元資金が不足していて当時の妻であった川崎文の実家などから買収金を苦面しても足りず、佐久の銀行から1万5千円借りて不足分は 新聞紙を十円札の大きさに切って、上下に、本物の札を重ねて、店金とした。靴掛け一体の分譲を行う会社として、藤田健一を社長に招聘し千仙敵遊園地株式会社を設立。靴掛けの土地を一軒五百円で簡易別荘として、分譲販売を始め、その収益をもとに1919 19年箱根のゴーラに十万坪の、 土地を買収した。翌1920年には、千型機遊園地を生産し、同じく、藤田を社長として、箱根土地株式会社を設立。さらに湯の花沢10万坪を13万5000円で、買収したり、1923年には、寸図鉄道の経営権を掌握していった。関東大震災後には、都内後続 家族の大邸宅を買収し、目白文化村など住宅地として分譲した。正解進出後も、事業欲は衰えを見せず、大泉学園や国立、小平学園都市開発に着手し、東京商科大学の誘致に成功するとともに、アクセス鉄道として、玉子鉄道を開通。大泉学園開発では沿線を走る、武蔵野鉄道との関わりができ、 1940年には、大株主の浅野財閥からの株式を買収して、玉子鉄道をこれに合併させた。太平洋戦争中は、武蔵野鉄道に加え、西武鉄道の経営に参画するとともに、都内の糞尿処理対策や流木対策として、糞尿運搬や、木工業、さらには合成ゴム、化学肥料製造、果ては、銀行業にまで、事業の手を広げた。 箱根で小田急と激しく争っていた時代、安次郎の私費で建設した道路の上にロープウェイを計画した小田急に対し土地使用料を無料にし、その道路も静岡県の要請で後に譲り渡した。また、箱根町の中学校建設の時には所有地を無償提供するなど、対極的な経営も見られた。戦後は、鉱石剥奪や家族の特権廃止、 財産税などの負担で困窮した、旧宮家や家族が都心部に所有していた、邸宅地を買い取り、家族や、その関係者を、グループで雇用して、生活の安定に寄与するとともに、邸宅地を活用して、プリンスホテルを開業した。堤々美安次郎が開発した国立は、高級住宅街として、軽井沢や箱根などは日本を代表する、リゾート地として発展し、 現在も人気を集めている。箱根土地の経営に関与している頃から、安次郎は長井龍太郎の選挙参謀や実業家でもあった衆議院議員高橋聖上門の第一秘書として政治に関わっていたが、1924年の総選挙に高橋の地盤を引き継いで、市が5区から衆議院議員に立候補する。旧彦根藩市で、 過労職を務めた家柄である、堀部久太郎が、対立候補だったが、当時としては、先進的な土地改革を公約するなどして、大差で、初当選を果たした。以後、途中の断続を経て、衆議院議員には、計13回当選。当選後は、立憲民政党に所属し、1932年6月、斎藤稔内閣で、卓務政務次官に就任した。 翌3選挙で推薦議員であったばかりか、西部農業鉄道の首脳として国策に関与するなどしたことで、公職追放を受けるものの、追放解除後の昭和26年に、民政党時代の同僚議員だった大、大麻、忠雄、松村健三らの民政給油会へ参加。民政給油会は、申請クラブを経て、翌1952年に改新党の決闘に、 参加した。1953年5月18日、衆議院議長に就任1952年の総選挙で国政に復帰し、1953年5月に全野党に押される形で、衆議院議長に就任、議長秘書は山本博士と堤誠二が務めた。 議長の認証式には、当時内縁関係にあった青山三沢を伴ったことで大きく批判され、しかも議長就任後は改新党とは距離を置き余した、ハルエラと新党同士会を結成、保守合同を目指した。衆議院議長としては1954年6月の警察法全面改正の際の議事をしたが、会期延長議決及び、 警察法改正成立の有効性について裁判となった。大津市の米軍キャンプ地返還やゼゼ刑務所移転等、今日の大津市の基盤づくりに大きく貢献したため、1957年に大津市初の名誉市民の称号を受賞した。安次郎は、1963年の総選挙で13回目の当選を果たすが、地元後援会の包み会から、 選挙違反で180名余りが逮捕され、後に150名余りが有罪となる。池田隼人と仲が良く、派閥の色分けで言うと、高知会に属す。河野一郎とは、仲が悪く、池田に河野と縁を切れ、切らないと付き合わないと迫って揉めていた時亡くなった。1964年4月24日、内縁関係にあった。 石津勝猫を連れて、熱海に向かうため、13時15分発の準急井手湯号に乗ろうと、国鉄東京駅の地下道を急いでいた途中で、混沌し緊急入院。4月26日に、心筋拘束で死去。本奏は、自民闘争として、豊島園で取り行われ、約3500人が3列。改装者は3万人に上った。堤康次郎は、 鎌倉霊園の一番区画の大きい墓地に埋葬された。年末年始には西部グループの社員が墓参りをしていた。東京オリンピックのために建設を計画した東京プリンスホテルの完成を見ることはできなかった。包みの没後、選挙地盤は山下元里が引き継いだ。家庭での安次郎は天守関白そのものだった。彼が出かけるときには、 ミサオ親子をはじめ吉明、使用人ら全員が正座をして見送らなければ、ならなかったし、帰ってきた時には、これまた全員が三つ指をついて迎えなければ、ならなかった。吉明の返事や対応が気に入らなければ、すぐに暴力に及んだという。四人の女性との間に、いつお事情を設けた。一方で、顧客は、絶対に大事にして、会社内でも、社員を気遣い、 また徹底的に任せきるなど家庭とは異なる一面を見せた。安次郎の女性関係は派手だった。お手伝いさんから家族まで女と名のつくものであれば手当たり次第だったという。お手伝いさんから女子社員、部下の妻、看護婦、マッサージ師乗っ取った会社の社長夫人、秘書、別荘管理人、旧家族。 社員たちの言葉の端に登っただけでもざっと手をつけた女性はこんな具合である。この後始末は部下の仕事だった。愛人の数は有名な女優を含めて正確な数は誰もわからないし安次郎本人もわからなくなっていた。子供12人というのは着手として認めた数に過ぎず100人を超えるという説もある。葬儀には 安次郎そっくりの子供の手を引いた女性が行列を作ったという。左から吉田茂首相、三沢夫人、勝力松太郎、安次郎7月衆議院議長就任レセプション、元西部グループ幹部で安次郎に仕えていた老人によると、わしも西部の人間だから西部について書かれたことには興味があって読んどるが、どれも正確なことは書いとらん。 特に大将の女関係、つまり、子供たちの母親が誰で、どうして、大将の女になったのか、その辺のことはわかっとらん。大将は期待の英雄じゃったが、その反面業の塊のようなお人じゃった。とされている。三竿夫人の父は倒産した東京土地の社長、青山義蔵であるが、倒産した東京土地の残務整理のため青山家に、通っていた。 神林邦夫にによると、つみは冷落した青山家の姉妹4人をすべて愛人化しようとしたという。青山家の長女は、安次郎の好みからかけ離れていたため後回しに、されたが、あとの3人は、美人揃いであった。安次郎はまず三沢のすぐ上の姉から手をつけた。本当は三沢に強く引きつけられた、安次郎だったが、彼女が、 あまりにも手強かったため姉の方に行ってしまった。そして、次が一番下の妹だった。この妹を安次郎が自分の女にしたのは彼が三十六歳だったのに対して彼女はまだ十六歳であった。何年か、後二人とも相次いで見ごもった。神林国夫によると、お分かりでしょう。姉の子が、聖治さん。 妹の子が、邦子さんなのです。という。ピストル艇の異名は、包みの強引な手法に怒りを爆発させた、関係者らが、日本刀など狂気を持って、殴り込みをした際に、ピストルで応戦したため、つけられたという説や、ピストルを乱射しながら、屋敷へ乱入してきたボートを柔道で投げ飛ばした、ためとの説、ピストルで撃たれても全く動じなかったためとの説もある。 世間の評価は真っ向から分かれている。不毛の土地を買収し、開発、発展させた上で価値を創出するという抜群の手腕や先見の民が高く評価される一方で、その豪安さや成功に対するやっかみ、妬みを強く受けていた。評論家の大谷総一は噂と断った上でこんな話を紹介している。関東大震災の直後、 一家全滅したようなところの焼け跡に、片っ端から、包み安次郎所有地と書いたぼっくいを立てた。どこからも文句が出なければそのまま、出れば、法廷でお抱えの弁護士を使って、所有権を証明する物的証拠を示せ、と争ったという。軽井沢の大地主だった、総大教授の市村傑作像は、広大な土地を争って、弁護士の費用などで、 泣くに泣けぬ状態に陥れられたという。大家は包美に、大見の知能犯というレッテルを貼り、彼のやり方を徹底的に批判した。立石安則は、包美のやり方は、とてもまともな実業家の姿とは言えないことだけは、確かであると評している。ありがとうございます。